どうもチャックバスです。今私は北京国際空港にいて、今からね BGS プレミアラウンジっていうところに行きたいと思います。今回こちらをね紹介させていただこうと思ってまして、私はねシンガポールエアに乗るんですけども、ここのラウンジはねロイヤルティパスも使えるということですので、今回ねどんな感じかっていうのを皆さんシェアできたらなと思っております。それでは行きます。こちらジャージャー麺です。目の前で、ね、作っていただいたのでいただいてみました。うどんもありましたね。あとおにぎりもいただけるそうです。これすごいですね。ではいただきます。美味しいです。思ったより量がありますね。個人的には目の前でなんか作って提供してもらえるっていいですよね。これもとてもあったかくて美味しい。エアーチャイナのビジネスラウンジは確かにね、食事の量は豊富だったんですけど、ヌードルバーみたいなものはなかったんで、あとね日本の方アサヒビールはここあるんですよ。もしね日本のビールが飲みたっていう人はもうこっち一択じゃないですかね。こっちはねエアチャイナのラウンジよりちょっと一回りぐらい小さいですかね。まあ別に小さいって言ってもすごい小さいわけじゃないんであれなんですけど、小さいですけど、でも中すごいねソファーとかも結構高級感があるんで、オレンジジュースいただいてます。いいんじゃないでしょうか。ここもプライオリティパスで入れますからね。いやプライオリティパス様々ですね本当に。だからもしラウンジがねたくさん入りたいっていう人は、北京空港に全部で4つラウンジがあるのかな。まあね言ってしまえば全部入れますんでね、たくさん回りたいっていう人はね、そこでいろいろラウンジのね違いなんかもね見てみるのもいいかもしれないですね。私はね搭乗までちょっと時間があったんで2つ回らせていただきました。エアチャイナのビジネスラウンジとこちらの BGS ラウンジだったかな。
これすごい美味しいですね。ちょっと皆さんもしこう来たらぜひ食べてみてください。ちょっともう一個のねうどんを私は食べてないので、実はうどんがすごい美味しいかもしれないですけど、ジャージャー麺もすごい美味しいです。すごい癖が強いのかなと思ってたんですけど、全然そんなこともなく、ちょっと生野菜は多めなんで、生野菜はちょっと苦手っていう人はあれかもしれないですけど、野菜好きな方は好きだと思います。すごいお腹空いてるわけじゃなかったんですけど、本当にすごい美味しいんでパクパクになっちゃいました。それではね、あとここに30分ぐらいね滞在して、飛行機の方に乗りたいと思います。いかがだったでしょうか。今回はね、BGS プレミアラウンジを紹介させていただきました。ここはね本当に、ヌードルバーみたいなのもあって、食事も、まあ、ある程度は充実していると思います。でお酒もねアルコールウイスキーとかもありましたし、ソフトドリンクもありました。まあ、ちょっとね食べ物と飲み物の充実さだと、エアーチャイナのビジネスラウンジの方がちょっとね軍配が上がるかと思うんですけども、ソファーの座り心地とか、ね、そういう意味ではこっちの方がちょっと良かったんじゃないかなって個人的には思いました。でね、座席数はねこっちの方が少ないんで、もしかしたら混雑してる時はちょっと窮屈に感じるかもしれませんね。でも個人的にはねとても満足となりました。面白いんですよね。ここはですねプライオリティパスでも入れて、日本航空の上級会員とかでも入れて、でも ANA とかは書いてないんですよね。ちょっと不思議なラウンジです。まあとりあえずプライオリティパスで入れますんでね、もしよかったら利用してみてはいかがでしょうか。今回の動画は、北京空港の北京国際空港の BGS プレミアラウンジを紹介させていただきました。この動画が役に立ったって方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。